はい。それでは、生物の授業を始めたいと思います。本日は、東大2013年の問題の、いよいよ最後のパートへという話になりまして、で、それでもってね、ここまで何をやったのかというと、そうです。この河川部の話ね、えっ、ー、と、実証するためにさらに実験が必要ですとね。で、それでもってそう。 前回のラストというのは、その遺伝子があれば十分であること、つまり十分条件を示すところまで来ましたとね。で、まあ当たり前っちゃ当たり前ですが、次はそう、必要条件を示しましょうよという、まあそんな話になってきまして、でそう、B なんですが、うん、ね、十分条件の方は穴埋めでちょっとぬるかったんですけれども、そんなに世の中甘かないよという話で、 必要条件を示す実験ね。これについて、行う遺伝子操作ね。並びに足の表現型と遺伝形式ね。こういうものを含めて3行程度で述べようとね。うん、まあ3行程度ということはあの100字ぐらいは書けますんでな。うん、まあ100ちょっと超えたっていいなという。まあそんな話になりますので、まあぜひぜひしっかりと書いていってほしいのですが、まあもちろんそう。 リード文というのもおのずとヒントになりますし。で、そう。さっきの十分条件のところの言い回しとかね。まあ、そんなあたりもうまく使ってってもらえると、スマートにまとめられようかなというお話で。うん、まあ、そう。要するに、その遺伝子なかったら結果変わっちゃいますよねという。まあ、そこらをここで明確にしてってくださいなという話になりますので。そうです。 ひとまずね、短い足を持つ犬の出ました。だって最終的にそう、遺伝形式ね。うん、まあ要は優勢ですよという、まあそういうお話にしたいので、あの任意のとかいうのとは違いまして、両方の染色体上のね、両方の染色体上ね、間違いなくね、の はい。足が短くなる原因とおぼしき FGFOL 遺伝子ね。これを結出させるね。うん、まあそう。結出は自由に行えるっていうのはちゃんとリード文の中で与えてますからね。うん、そうすれば足が通常の長さになるね。うん、ああ、なるほどと。やっぱり FGFOL っていうのが今こいつを消しました。そしたら 足の長さが短いのから通常に変わりましたということなので、原因なんだねっていうあたりが見えてきますね。で、そしてな、そう。もう一つやらなきゃいけないことね、うん。はい。通常の長さの足を持つ犬ね。これの一方の染色体上の FGF4L 遺伝子ね。うん これのみを欠失させたら、やっぱりそう、短い足になっちゃいますとね。いうことになりますので、通常の長さの足ね。これの遺伝形式というのは、そう、短い方が優勢の裏返し、間違いなく劣勢なんですよというね。まあそこのところまで示してやることによって、 もう議論としては完璧ですよという。まあそこら辺までしっかりと気遣って書いてってくださいなというお話になります。で、そして次ね。はい。下線部へね。今度は FGF4L ね。これがどのように形成されたかという問題なんですけれども FGF4L は FGF4 から どのような過程で生じたと考えられるかと。で、また、それは、体内のどの細胞で起きたと考えられるかと。体内の細胞ってものすごいいろんな種類あるんだけど、何を聞いてるんでしょうか、この問題はというね。まあ、そんな感じはするんですが、いやいや、そんな複雑なことは本当は聞いてないんですけどもね。で、そしてそう。根拠とともに、4行程度で述べようとねで。そうなんだよな。なんか繰り返しで組み込まってるんだよね。 で、それで、一連のこの大問、最初は何だったかなっていうことを考えますと、レトロウイルスですよ。逆転者酵素ですよとかね。そんな話をしてたわけじゃないですか。要するに、セントラルのドグマです。DNA、RNA、タンパク質だけ情報が流れますよとね。それの例外として、RNA から DNA の流れが生ずるとね。 だから、RNA から DNA というところで、なんかね、DNA にもともとあった配列ね。それと同じやつがまた DNA に戻ってきました。組み込まれちゃいましたというね。それが起こることになるではないですかという。まあそこら辺にご注意くださいよと。いうお話です。ええということでそう。まあね。 まずは具体的な数量とかそこら辺もね、明確にしていってくださいよということで、いくらね、今言った通りで、この世には逆転者酵素っていうものがあるじゃないって言っても、塩基の数が全然違いますとね。そしたら、あの、DNA から RNA に行ってまた DNA に戻ってきたって言ったって、根拠に乏しいじゃないですか。なんで塩基数これ半分になってんですかとか、もっと全然数が違うじゃないですかとかね。 ということになるとめちゃくちゃな話になってしまいますから、まずそう、両方とも5000円期程度ね。であることはしっかりと確認しておいてください。で、そしてさらにそう、量だけじゃダメですよ。今度は質的な話も考えましょうということで、高度しているアミノ酸配列ね。これもそう、同一ですよ。という話になりますので、 いよいよ確信に突っ込めますよということで。はい。スプライシング後の FGF4 のメッセンジャー RNA ね。ここから逆転車酵素により生じた2本差 DNA ね。だから、そうなんだよな。これもリードの中にもありましたけど、メッセンジャー RNA ね。1本差になってるんですけども、そこから逆転車酵素によって で、きちんと日本産ね、相互的な組みになった DNA ね、これが生じまして、で、それでそう、元々のこのメッセンジャー RNA の親に相当する DNA ね、そちらの方の同じ染色体ね、これに挿入されていきます。だからその結果としてそう、FGF4L ね、これになったんだろうと考えられています。 ああなるほどねと。とだからね、何はともあれ問題全体見渡しといてねと。と逆転者構想なんていう話があったよっていうことを忘れているようでは残念ながら答えには行きつけませんよと。とそれは間違いない。のですが、ちゃんとこのように、はい、量的質的に変わってないじゃないですかというね。まあそこら辺を確認することも忘れないでくださいよ。というお話です。 で、あとそう。あと怪しげな体内のどの細胞でっていう話なんですが、あの、だからさ、ダックスフントの子はダックスフントなんですよね。で、あとそれから、普通の足の長さの犬の子はやっぱり普通の足の長さですというね。そういう話になってて、遺伝してるじゃないですか、間違いなくね。でも、何でもかんでもさ、形質って遺伝するわけじゃないじゃないですか、当たり前ですけどもね。 だから、これが起こったのは、はい。今言った通りで、FGF4L ね。これは間違いなく子孫に伝わっています。ということなので、この現象は、どの細胞ってそうか、そういうことかっていう話になりまして、生殖細胞ね。これで起きたんだなと推測することができます。 いや、だからそう、根拠とともにと言ってますけれども、まあそう、今言った通りで、体細胞に起こった変化じゃね、次の代に引き継がれないよという話になるわけだから、ちゃんと子孫に伝わっているというね、そこさえ言ってもらえれば、何ら問題はないのですよというお話です。じゃあ、そしたらまた、次行ってみましょうか。うん、というわけです。まあ、河川部尾の話ですが、 まあそう。だいたいここのところの新たな表ね。これを見てってもらえれば OK ですが。FGF4 のハプロタイプと、非挿入領域のハプロタイプを調べた結果ね。これを新たな表3の1ね。ここに示していきましょうと。で、ダックスフントの血統が樹立される過程で、これらのハプロタイプにほとんど変化がなかったと仮定すると、 FGFOL の起源ね。これはどのように推察できるかと。はい。図3の2ね。まあこれはちょっと見るべきことは少ないんで出してないですけども参照しながらね。以下の考察の空欄8から13に入る適切なハプロタイプを答えようと。ただし、異なる番号が異なるハプロタイプを示すとは限らないと。まあもちろんこういうのはね、 何にも言ってなくても、あの、別々の番号に同じものが入るよなんていうことはあるんですが、さすが東大ですね。ご丁寧にここまで言ってくれてますからね、という、うん。まあ、そんなあたりもね、踏まえつつ考えていきましょうか。で、それではい、考察ですが、FGF4L のハプロタイプね。これは、あの、図3の2のあたりにも書いてあったし、まあ、ここら辺にもね、伺わせることは書いてありますけれども、これがそう。 なんかこうやってちょこっとだけ出ている ACA ね。ちょこっとだけ出ない犬だけですけどね。狼さんでは結構 ACA は出てきてますよという話になりますけれども。まあ何はともあれそう。FGF4L の対応するハプロタイプ ACA ですよね。で、それでもってそう。FGF4L ね。これは ACA のハプロタイプを持つ FGF4 ね。これを起源とすると考えられると。ああ、なるほど。 で、しかし、表3の1ね。これではそう。FGF4L と同じ個体にある FGF4 のハプロタイプね、うん。これはというと、そうなんですね。これ、FGF4L ありっていううな感じで出てきてるんですが、見てわかる通りでそう。ATG と GCG ね。うん っていう風になってます。あ、別に9と10はどっちがどっちでも OK です。なのでそう。FGF4L、ね、は、これらの FGF4 から由来したとは考えにくいと。もうわけわかんないじゃないですかという話になるので、さっきからなんかブスブス言っている狼さんの出番になってくるわけなんですけれどもね。はいはい。 今度はそう。FGF4L の起源を探るためには ACA のハプロタイプを持つ FGF4 と非挿入領域のハプロタイプ、ね、との関係を考える必要があると。で、表3の1ね。ここのところで FGF4L ね。これを持つ 犬の非挿入領域のハプロタイプね。これはそう、種として、そうなんだよな。うん、GTTA ね。うん、FGF4L ありですとね。うん、あ,あまあだからそう、ここのところにも FGF4L ないわけではないですけれども、やっぱり量的に圧倒的に多いのはこっちですよということで、 主としてに順じて GTTA 選びましょうとね。で、それでもってそう。であるが、FGF4 のハプロタイプが ACA と同じ個体で見られる非挿入領域のハプロタイプね。これは犬の場合ですと、そうだよなさっきからなんかつっついてつっついてしてる通りですが、ACA ってここにしかないじゃないっていうことになりますのでそう。 tcag のみということになってしまいます。困りましたねってことになるんですけどもね、これ fgf4l ないよっていう話になりますからな。で、そして、はいはい。一方、表3-1ね。いよいよそう、狼さんの出番ですよという話になりまして、これ見てみると、またそう AC、aca のハプロタイプを持つ FGF4 ね。と、同じ個体で見られる非挿入領域のハプロタイプに何とかがありね。うん、いや、だからそう、今度は逆に困っちゃうこととしては、ACA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  というような感じで、なんか、ああ、違った。ここもあるな、実はな。うん、っていうことになりますので、締めて5箇所も出てきてるじゃないですかというね。うん、話になってきますので、そう。 何が何だかねということになるんですけれども、次も見ましょうとね。かつ、その、出現頻度が高かったとね。うん。まあ、そこのところが大事なのよということで、だからそう、狼ですよ、出現頻度が高いですよといえば、この29のあたりの2つを見てくださいなという話になりますね。で、もちろんそう、FGFOL がないことには話になりませんから、 結局のところね。まあないというか多くなくちゃいけませんよということですので、こちらの GTTA ね。これだったら、たくさんね、あることになりますね。出現頻度がね。問題ないじゃないですか。そして ACA もあるじゃないですかというね、うん。まあそんな感じで穴が埋まりまして、一応もうそう、説問としては終わりなんですけれども、まあせっかくなんで最後まで見ときましょうかということで、はい。 このハプロタイプの組み合わせを持つオオカミね。あるいはそれ由来の犬の血統で FGF4L が形成されたと考えられる。だから結局なんだかんだといって大事なのはここだったんですよというね。話になるわけなんですが、でもそう、さっき見た通りで、犬だけ見たら犬のこの GTTA のところね、ACA ないやないっていう話になってきますので、意味不明だったんですが、そこ種明かしね。ただし、 もし、その犬の血統ね、あったとしても現存していないから、わけのわからないことになってるんですよ、というね。うん、まあ、そんなあたりまで見といてもらえると、なおのことね、このテーマについての理解が深まるかな、というお話なんですが、まあね、ちゃんと自信持ってこれ選べるんだったら、もうここまで説明終わりですから、あの、試験時間終わってから読んでね、という、まあ、そんな内容にもなります。 まあ、な感じで一通りですが、うん。まあね、当然のことながら知識がなきゃお話にならないのですけれども、やっぱりなんだかんだと言って、問題文や資料の読み解きね。うん、まあそこら辺がやってぐらいに重視されている問題ですからな。まあしっかりと考察力を磨いていってくださいな。という値です。じゃあ、そんな値で本日の授業、お疲れ様でございました。 はい。本日の授業、いかがでしたでしょうかあ、面白いな、分かったな、と思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様、さようなら。